平野翔も虜に。小さな体の雪だるま。シマエナガってどんな鳥神宮寺雄太も反応。ファン必見。シマエナガの魅力を徹底解剖。岸優太の眼差しで見つめる。シマエナガの癒し効果がやばい。シマエナガは、北海道の厳しい寒さの中で生きる小さな鳥として知られ、その可愛らしい姿と真っ白な羽毛で多くの人々を魅了しています。 体長はわずか14センチほどで、重さも8グラム程度しかありません。そんな小さな体でありながら、冬の北海道の森を元気に飛び回る姿は、まるで、雪の妖精のようです。この愛らしい鳥は、特に冬のシーズンに注目を集め、その姿を一目見ようとする人々が増えてきています。シマエナガという小さな鳥が、今多くの人々の心をつかんでいますが、 その中でも特に注目を集めているのが、ナンバーアンダーラインアイのメンバー、平野翔、岩優太、そして神宮寺優太です。この3人がシマエナガに対して見せた関心が、ファンの間で大きな話題となり、さらなる興奮を巻き起こしています。まず、平野翔がシマエナガに一瞬で虜になったというエピソードが、ファンの間で大いに盛り上がりました。彼がテレビ番組や SNS でシマエナガのことを語り、 その可愛さに心を奪われたと話す姿が、視聴者に強い印象を与えました。平野翔の魅力的なキャラクターと、シマエナガという愛らしい鳥との組み合わせは、瞬く間にファンの間で話題になり、SNS には、翔くんもシマエナガも可愛いい、といった投稿が相次ぎました。ファンは、平野がシマエナガに対して感じた純粋な感情を共有し、まるで自分もその瞬間に立ち会ったかのように感じています。 岸優太もまた、シマエナガへの興味を隠さず、その小さな姿に魅了されている様子が見られました。岸は、常に明るく親しみやすいキャラクターで知られていますが、シマエナガに対してもその温かさが溢れています。ファンの間では、岸くんがシマエナガを見つめる目が本当に優しくて癒される、という声が多く、彼がシマエナガに見せた関心は、ファンにとって一種の癒しとなっています。 彼がテレビでシマエナガについて話すたびに、ファンはその純粋な愛情に共感し、さらにシマエナガに対する関心を深めていくのです。そして、神宮寺雄太もまた、シマエナガに対する興味を示しており、ファンの間で、神君もシマエナガ好きだったんだ、と驚きと喜びの声が広がっています。神宮寺は、落ち着いた雰囲気と知的なイメージで知られていますが、そんな彼がシマエナガのような可愛い鳥に惹かれる姿は、 ファンに新ししい一面を見せるきっかけとなりました彼のクールな外見と、シマエナガに対して見せた柔らかい反応は、多くのファンの心を温かくし、さらにシマエナガへの注目を高める結果となりました。3人のシマエナガに対する関心が、ファンの間でこれほどの反響を呼んだのは、彼らの素直な感情がシマエナガという鳥の魅力と合わさり、一種の共感や癒しを生み出しているからです。ファンは、 彼らの感じた喜びや感動を自分自身も共有しており、シマエナガを見ることで、彼らと繋がっているような気持ちになるのです。さらに、シマエナガという鳥そのものが、小さくて可愛いというだけでなく、寒冷地で生き抜く強さを持っていることも、メンバーの持つ魅力と重なり合い、ファンに強い印象を与えています。シマエナガは単なる自然の存在としてではなく、ナンバーアンダーライン愛のメンバーを通じて、 ファンとの絆を深める象徴的な存在にもなっています。ファンの間では、シマエナガのグッズを手に入れる動きが広がり、新千歳空港などでは、シマエナガ関連の商品が売り切れるほどの人気を誇っています。また、ファンは自分たちの SNS でシマエナガの写真をシェアし合い、翔くんが好きなシマエナガ、私も大好き、というような投稿が飛び交っています。こうした動きは、 シマエナガがただの動物としての存在を超えて、ファン文化の一部となりつつあることを示しています。シマエナガへの関心が高まる中で、ファン同士がシマエナガについての情報を共有し合う場面も増えています。特に、ファンの間では、シマエナガの生息地を訪れたいという声が強まり、実際に北海道まで足を運ぶ人も出てきています。シマエナガを見るためのツアーが組まれたり、 地域の特産品としてシマエナガが描かれた商品が人気となったりと、その影響は観光業にも波及しています。これにより、シマエナガが地域経済を活性化させる一助となっていることも見逃せません。ナンバーアンダーラインアイのメンバーがシマエナガに夢中になったことで、ファンの中には、自分も一度はシマエナガを直接見たいと考える人が増え、北海道の観光地が新たな注目を浴びています。しかし、 この急速な人気の高まりには、自然環境への影響についても注意が必要です。シマエナガは繊細な生物であり、彼らの生息地が観光客によって過度に圧迫されることは避けなければなりません。そこで、シマエナガを見に行く際には、環境を尊重し、静かに観察することが重要です。ファンの多くは、このような意識を持って行動することが求められ、地域ガイドの指導のもと、 シマエナガ観察を楽しむことが推奨されています島エナガがここまで注目を集めるようになった背景には、もちろんその愛らしい見た目や得意な生態がありますが、何よりも平野翔、優太、神宮寺優太という3人の人気アイドルがシマエナガに魅了されたことで、彼らのファンがその魅力に共鳴したことが大きな要因です。シマエナガを通じてファンは、メンバーたちとの新しい形でのつながりを感じ、 さらに彼らに近づいたような気持ちになっています。最終的に、シマエナガはナンバーアンダーラインアイとそのファンを結びつける一つのシンボルとなり、その存在は自然界とエンターテインメントの境界を超えて新たな価値を生み出しています。ファンはシマエナガの魅力を追求しながらも、メンバーたちが感じた同じ感動を共有し、彼らの愛するものを一緒に楽しんでいるのです。そしてその過程で、シマエナガという小さな鳥が、 どどれほど大きな影響力をシマエナガの人気は芸能人やインフルエンサーの間でも広がりつつあります。例えば、最近では人気のアイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイのメンバーもシマエナガに夢中になったことが話題になりました。彼らの SNS でシマエナガの可愛さが取り上げられた瞬間、ファンたちも一気に興味を持ち、その結果としてシマエナガの存在がさらに広く知られるようになったのです。 特に、平野翔さんが一目でシマエナガに虜になったというエピソードは、ファンの間で大きな話題となりました。このように、シマエナガは単なる自然界の生物という枠を超えて、エンタメ業界やファッション、アートの分野にも影響を与える存在となっているのです。しかし、ここで一つ考えるべきことがあります。シマエナガがこれほどまでに注目されるようになったことで、 彼らの生息地である北海道の自然環境に対する影響はどうでしょうか観光客や写真家が増えることで、彼らの生活環境が脅かされる可能性も考えられます。自然を楽しむことは素晴らしいことですが、同時にその自然を守る責任もあります。シマエナガのような生物が安心して暮らせる環境を保つためには、私たち一人一人が環境保護の意識を高め、 持続可能な観光や自然保護活動に積極的に取り組むことが必要です。具体的には、彼らの生息地に足を運ぶ際には、静かに行動し、ゴミを持ち帰るなどの基本的なマナーを守ることが求められます。さらに、地域のガイドツアーを利用することで、地元の知識やルールに基づいた自然観察を楽しむことができ、結果として地域経済にも貢献することができます。また シマエナガに対する人々の関心の高まりは、野生生物全体への理解を深める良いきっかけにもなります。彼らの小さな体と美しい羽毛だけではなく、厳しい環境下での生存戦略や仲間との協力関係など、自然界における多くの貴重な学びが彼らから得られるでしょう。特に、近年の気候変動が動植物に与える影響が懸念されている中で、シマエナガのような小さな生物がどのように適応していくのかは、 今後の研究テーマとしても非常に興味深いものです。気候変動によって生息地が減少する可能性がある生物の保護は、私たち全員に関わる問題です。シマエナガの生息地である北海道も、地球温暖化の影響を受けており、その結果として彼らの生態系に変化が生じる可能性があります。さらに、シマエナガはその愛らしい見た目だけでなく、私たちにとって大切なメッセージを伝えてくれます。 それは、自然の中で共存し、互いに助け合うことの大切さです。小さな体で冬の寒さに耐え、仲間と共に過ごす彼らの姿は、現代社会で失われつつある、協力や、共感の価値を思い出させてくれます。特に、都会で忙しく生活している私たちにとって、シマエナガの存在は心の癒しとなり、また、自然とのつながりを取り戻すきっかけとなるでしょう。結論として、 シマエナガはただの可愛いい鳥ではありません。その小さな体に秘められた生命力と北海道の自然との深い結びつきは、私たちに多くのことを教えてくれます。彼らの存在を大切にし、自然環境を守る努力をすることで、シマエナガだけでなく、他の多くの動植物たちも未来に向けて生き続けることができるでしょう。そして、私たち人間もまた、 彼らと共に自然の一部として生きることの喜びを感じることができるはずです。シマエナガが飛び交う美しい冬の森は、単なる観光名所ではなく、私たちが大切に守り続けるべき自然の宝物です。そのためにも、シマエナガの魅力を楽しみながら、同時にその未来を守るための行動を今から始めていきましょう。